しろ。全員揃いましたであります。ご苦労様。そうかね、一体今ここに何人いるのかしら。何人いようとも18人を超えた存在は全て幻。それを認めさせるのがわらわのゲームでな。ダイラムダ・デルタ卿、我が深海宣言をお聞き届けくださり感謝いたします。そしてダイベルーガ・ステル卿、我が主ご期待ください。必ずや主を苛む退屈の毒を一時であろうとも忘れさせてご覧に入れます。ええ、期待しているわ。それでこそ私の分身、私の駒よ。人間ども、これより魔女集会にて幻想法廷の改定を宣言する。お前たちのこのゲームにおける生と役割はおしまい。第5のゲームはこれにて閉じられ、24時を迎えての答え合わせとなるわ。では早速と言いたいところだけど、その前にまずは軽く自己紹介から始めようかしら。これだけ大勢いるんだしね。私はラムダ・デルタ、絶対の魔女にして新しきゲームの支配者。ベルンカステル、奇跡の魔女ベアトリーチェの魔女幻想の感化を目的とするの。無限の魔女ベアトリーチェである。我が存在の主張と夏金蔵の保護を目的とする。バトラ様、次なる序列はあなたであります。後ろ宮バトラベアトラ、ああ、いや、魔女どもと戦っている以上だ。ご存知と思いますが、貴殿は今回のゲームは途中よりの参加となっております。魔女集会開催のこの時点ではまだ未参加ということです。お分かりでありますか。分かってるぜ。しばらくは発言権がないってことだね。ご理解感謝であります。わらわの宿敵であると一言言えばよいもの。お前だけの敵とは限らないからだよ。取り返す。これはわらわたちのゲーム。ああ、魔女集会の開催発起人にして探偵フルド・エリカです。この第5のゲームの犯人を暴き、この物語に愉快なピリオドを与えてご覧に入れます。私も期待してるわ。さ、
残りのコマ殿も適当にザラーっと自己紹介なさい。人間ども全員自己紹介を。後ろ宮金蔵、書斎の窓より抜け六軒島のどこかに潜んでおる。後ろ宮クラウス、現在は囚われの身でどこかに監禁されている。後ろ宮エヴァン、生きてる。ルドルフ、この後もずっと後ろ宮だからね。名字は走るぞ。後ろローザです。第一の番に殺されました。ジェシカ、同じく第一の番に死亡だぜ。ジョージです。同じく第一の番に死亡。マリア、死んじゃったけど私はこうして喋ってるね。死ぬことなんて大した問題じゃないでしょ。後ろ宮夏日です。生きております。秀吉や、ついさっき殺されたばかりや。キリエよ、まだ生きてる。何時です。私も流れておりますな。源氏と申します。第一の番に死亡でございます。シャノンです。生存してます。カノンです。同じく生存。ゴーダです。よろしくお願いします。皆様方、クマサワでございます。よろしくお願いします。続いて魔女ども、全員自己紹介を。ワルギリアと申します。ベアトリーチェの師匠です。ガープよ、死体を消す役担当。ロノウ、紅茶を入れる役担当ですね。煉獄の七姉妹を代表してご挨拶申し上げます。第二の番の秀吉殺人を担当しました。煉獄の七姉妹、ここに。続けてエリカ教の家具どもは自己紹介を。ガートルード、異端審問補佐官なり。コーネリア、異端審問補佐官なり。ドラノール・エーノックスであります。エリカ教の首席補佐を務めます。バトラー、あなたには期待しています。私を失望させないでください。お互い全力でぶつかるだけだ。ドラノールの出番は本来なら必要ありません。しかし魔女側が醜く生み逃れをもてあそぶべき、それを断罪してもらわねばなりません。書斎での奇跡は二度と起こりませんから。最後にご挨拶申し上げます。本魔女集会の進行管理を命ぜられたシエスタ姉妹この絵体であります。
上で全ての駒の自己紹介を終了するであります。一同に会するが全38名。私にはポップコーンを。ああ、そうだったよね。悪魔の感激はポップコーンと相場が決まってるとあんたが決めたんだもんね。ええ、楽しませてもらうわ。あと、紅茶とからし味噌をもらえる。エリカ、始めなさい。私の退屈はもう始まってるわ。はい、若主。お任せよ。静粛に。沈黙を。フルドエリカは告発します。第5のゲームの殺人犯は、後宮夏日さん、あなたが犯人です。姉妹、被告人を席へ連れてってちょうだい。了解であります。ちょっと何をするのです。話しなさい。これよりフルデエリカはなぜ後宮夏日にだけ犯行が可能か再構築してご覧に入れます。ベアト、もちろん受けるでしょ。当然よ。後宮家顧問錬金術師、黄金のベアトリーチェだ。フルドエリカ、受けて立つぞ。我が主に着せようと企むその濡れ衣、引き裂いてくれるわ。トリッチ、安心せよ夏日。そなたはわらわの主、そして心に片翼のわしを刻んだ真の当主。身に覚えなき罪に怯えるでない。そうですとも。私は後宮夏日、後宮家を冒涜するあらゆる挑戦を受けて立ちましょう。どうしてこの状況にそのような虚勢が晴れるやろ。あなた本当にどこのかけらでもいじめられっこね。ではベルン、主張どうぞ。ベルンカステルは主張するわ。
このゲームの犯人は人間、後宮夏日。レアトもどうぞ。ベアトリーチェは主張する。このゲームの犯人は人間にあらず、フアラワこそ犯人であるわ。お聞きね、魔女ども、人間ども、一つの真実に二つの主張が現れたわ。犯人は人間、後宮夏希か、犯人は魔女、ベアトリーチェか。魔女が勝てば第5のゲームの真相は闇に消える。エリカが勝てばゲーム版より魔女幻想は打ち滅ぼされる。つまりベアトにとってのみ負けることの許されない勝負だけれど、覚悟は大丈夫？何の覚悟が必要だというのか、元より望むところよ。エリカのやつだけ負けても何も失わない。それはどうでしょう。ベルンカステル卿には情けの心がありません。彼女は自分の望んだ活躍をしなかった駒に温かい処遇を与えるとは思いません。始めなさい。それでは私から始めたいと思います。秀吉さん殺しについてはとてもシンプル。夏日さん以外の方を疑うことは不可能なはずです。私たちは被害者と夏日さんを除いて全員が同じ部屋にいたじゃないですか。どう考えても秀吉を殺したのは夏日じゃないの。いいえ、逆だわ。どう考えても夏日以外に秀吉は殺せないじゃないの。議論も反論の余地もないわ。ですから誤解です。確かに私にはアリバイがないかもしれません。しかしアリバイがないことはすなわち犯人であるとの証拠にはならないはず。夏日にだけアリバイがないのは分かった。だが待て、殺害現場は密室であったぞ。夏日に限らず誰であってもあの部屋での犯行は不可能だったはずだ。魔法で殺人が遂行できるわらわを除いてな。密室トリックであるハウダニットについては後で説明します。とりあえず今はフーダニットから。よって以上により、秀吉さん殺しは夏日さん以外の人物を疑うのは不可能となるわけです。お嬢様、ここをさらに切り込むと危険かと。同感だわ。夏日が秀吉の部屋のクローゼットに隠れていたのは事実。復讐要求で所在の確認を行われると追い詰められるであろうな。ゲームの支配者はラムダ・デルタ教だ。あやつが面白がれば事実に関係なく夏日が犯人ということで確定されてしまうぞ。
そらく向こうの狙いはシンプルな秀吉殺しで夏日様が犯人であるとの印象を確定させ、その上で不確定要素の多い第一の番の再構築に入るつもりでしょう。ゲームマスターに疑われた状態での進行は最悪よ。主導権を握るべきだわ。うん、ラムダ・デルタ卿、ご存知の通り第5のゲームでも多くの殺人が起き、深夜から早朝までの短からぬ時間をまたいでおる。いきなり秀吉の殺人から始まり、時間が行ったり来たりしてしまうようでは混乱してしまうというもの。ここは時系列に従い順番に進めていくのが良いかと思うが、いかが？異議提出。犯人を告発する過程において時系列など意味をなさない。異議提出。フルドエリカは時系列を混乱させることによって印象操作を行っている。ああ、よくわかんないのは私もごめんだわ。ベアとの主張を認めるわよ。エリカはいきなり第二の番から始めないで第一の番から始めなさい。これが以前にワルギリアが話してくれたことなんだな。ええ、そうですよ。ここでは真実など脆い。両者が主張する限り異なる真実が同時に存在できる。ではラムダ・デルタ卿のご命令に従い、最初の第一の番の事件から話を始めます。ご存知の通り10月4日初日の24時、親族会議の小休止の後、ナツヒさんは先に休むと一人退席しました。よってその時刻から翌朝まで完全にアリバイは消失します。はて、そうかな。夏日以外にもアリバイの怪しい人物などいくらでもいるはず。それら全員の疑いを晴らさぬ限り夏日を犯人呼ばわりさせるわけにはいかぬぞ。怪しいとそこまで言い張るなら、エリカは夏日以外全員のアリバイを示してみせるべきだわね、ベル。ええ、無論よ。エリカはそれを完全に説明しきるわ。当然です、我が主。では順にご説明していきたいと思います。源氏殺しは一度忘れ、ゲストハウスの事件のみに絞って進めます。となればゲストハウスにいた使用人を疑いたいですよね。あの晩は郷田さんと熊沢さんがゲストハウスにおられました。そうですね、お二方。Thank you.
はい、そうです。私はあの晩一人でゲストハウスの使用人室におりました。私はこの老体ですからね、夜は答えますから、ゲストハウスの控え室に戻ってお先にすぐ休ませてもらいましたとも。では合田と熊沢もアリバイを失うではありませんか。一人で控え室で休んでいたと自称する熊沢、一人で使用人室にいたと自称する合田、そのどちらにもいとこ部屋へ行き殺人を行う余地があるはずです。めっそうもない、どうしてそんなことを私たちが。そうですとも、そうですとも、人殺しなんてそんなとんでもないことです。夏日がすべて語っておるわ。控え室で一人眠った熊沢も、使用人室に一人こもった郷田も、寝室の夏日と何も変わらぬ。どちらもアリバイを失うではないか。ご安心を、この二人は殺人犯ではないと私が保証します。まず熊沢さんは晩餐後私たちと一緒に屋敷を出てゲストハウスへ行き、そのまま控え室に入り朝まで眠っていました。郷田さんも同じです。事務作業を終え、その後に私たちとラウンジで談笑して、それを終えてから休みました。両名とも殺人を行う余地はありません。いよいよ来たな。それではわらわも腰を上げるとしよう。もはやそなたの出番は終わりだ、エリカ。そなたの頼れる用心棒を呼び出すがいい。復唱要求。合田と熊沢のアリバイについて完全な証拠がある。復唱拒否。なんで敵にヒントを？答えるわけもない。お聞きから、ムダデルタ教、証拠はないそうだぞ。証拠もなく合田と熊沢のアリバイを主張しても良いものなのか。道理だわ。どうなのよ、ベルン、エリカ、どうして合田と熊沢のアリバイを主張できるわけ？引っ込め、エリカ。わらわの相手はそこのドラノールよ。貴様ごとき人間に魔女の相手は務まらぬわ。いいえ、ドラノールの出番は必要ありません。あなたの言う人間ごときが魔女を打ち破るからこそ魔女幻想が否定されるのです。ならばどうぞ、赤で青でお好きなように。受けて立ちますよ。ゴーダにも熊沢にもそれぞれアリバイがない。二人はゲストハウスにおり、いつでもいとこ部屋へいたり犯行を行うことができた。それが否定できぬ限り、夏日を犯人呼ばわりすることなどできぬぞ。人間であるエリカに使える赤はない。ドラノールを呼ばずにどう切り返してみせると？エリカに使えず、その主のベルンカステル卿は使えます。油断ができません。青く真実、有効だわ。どうするの、ベルン。あんたがドラノールが相手を変わる？まだ私の出番ではありません。そして
メルンカステル卿の出番でもありません。ええ、そうよ。この程度じゃ私たちの出番にはならないの。フルドエリカというただの人間風情がベアトを打ち破ってこそ意味があるのよ。人間に打ち破られてこそわかるの。黄金のベアトリーチェなどと望む偽りの魔女が人間以下の幻に過ぎなかったとね。それが本当にできるなら最高に面白いんだけどね。いいわ、エリカ、受けて立ちなさい。まず熊沢さんですが、とてもシンプルな話です。熊沢さん、お起立を。はい。熊沢さんは昨夜就寝されてから朝事件を知らされるまで一度でも控室を出ましたか？いいえ、朝までぐっすりでしたとも。私実は昨夜の晩餐の後にエヴァさんと談笑していて、面白い話を聞かせてもらっていたんです。それを試させてもらいました。それとは何か。まさか。そうです、金蔵を書斎に追い詰め封じたもの、扉に物を挟むことで封印できることを私は知ったのです。なんだと、あいつ。まさかそれは熊沢さんの控室に。エリカはゲストハウスにいたのですから、それができたとしても何も問題はありません。何しろ莫大な黄金が発見されて、どんな事件が起こってもおかしくない不気味の夜でした。探偵あるところ事件もあり、私は何かの事件が起こることを予見して、あらかじめアリバイを失いそうな人物にこれで封印をさせていただいたのです。私はこれを一緒にゲストハウスに戻った木下さんが休むと言って控室に入ったのを見届け、これを使って扉を封印したのです。そして朝事件が発覚し大騒ぎになった時、私は真っ先に熊沢さんの控室を確認し、そして封印が健在であることを確認しました。以上により、私は熊沢さんのアリバイを証明できます。グッド、素晴らしいアリバイだわ。一部の隙もない。熊沢はエリカと共にゲストハウスに戻り、そのまま控え室に入って休み、朝まで部屋を出ることはなかった。つまり熊沢はゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。ならば合田についてはどうか。合田さんもゲストハウス到着後はすぐに使用人室にこもられました。そして同様にこれで封印させていただきました。そしてローザさんが午前1時にお戻りになった時は、たまたま廊下に出た私が気づき、使用人室の合田さんにそれを伝えたのです。その時封印は健在でしたので、ゲストハウスに到着してから午前1時まで合田さんは使用人室を出ていません。そしてその後はラウンジで午前3時まで私と一緒にいました。そして午前3時以降は私は2階にいましたので、合田さんが2階に上がってこないことを保証できます。エリカの封印は
合田が午前1時まで使用人室にこもっていたことを証明するわ。そして午前3時までのアリバイを一緒にラウンジで過ごしたエリカが証明するわ。そしてそれ以降の朝までに2階へ一切立ち入ってないこともエリカが証明するわ。つまり合田はゲストハウスへ戻って以降朝まで2階に上がっていない。あんたのその扉の封印によるアリバイがベルンに認められて赤き真実に昇華されたわ。ありがとうございます。我が主、我こそは探偵、人間でありながら赤き真実を行使することのできる人間を超えし者。人間を超えただと、この思い上がり目、血走るには千年早いわ。おかしな追求があると面倒なので先にはっきりさせます。というかむしろこれは最初にするべきでした。前後したことをお詫びします。24時の時点でのゲストハウスの状況です。黄金が発見され、緊急の親族会議があり、バトラさんと親族たちは屋敷へ。ゲストハウスには私といとこ3人、南條先生、合田さん、熊沢さんが残りました。合田さん、熊沢さんのアリバイについてはすでにご説明の通り、ジョージさん、ジェシカさん、マリアさんの3人はいとこ部屋でトランプで遊んでいました。実は私ほんの少しだけ混ぜていただきましたので、この時刻に生存していたのをはっきり確認しています。我が主、以上の復唱を要求します。ええ、応じるわ。ゲストハウスには24時の時点でジョージ、ジェシカ、マリアは生存していて、2階のいとこ部屋にいた、南條、ゴーダ、熊沢は1階にいた。あと、もうもったいぶることないから、これまでに出ている犠牲者の死亡も確定させとくわね。ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの5人はちゃんと死んでるわ。あのバックリいった首で死んだふりなんてできるわけないでしょ。した以前の段階で既に殺されていたとか、実は死んでなかったとか、いろいろ言われかねませんので。確認されてる最後の生存時刻、それを最初に言ってほしかったわね。これで24時以前の話は無視していいことになるわ。さらに言うと、
24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、源氏がいたわ。残りは全員親族会議の食堂に。もちろんこの時点ではまだ殺人は起こっていない。源氏も健在よ。観測したことじゃないけれど、それが確定してないとゲームが進まないのね。いいわ、その赤き真実を認めるわ。赤き真実、ありがとうございます、我が主。厄介ですな、これほどまでに不利とは。これじゃまるでかつてのリーチェとバトラの戦いが逆になったみたいね。いや、その時よりもさらに状況は悪いかと。これはなかなかに面白い戦いだ。なるほど、わらわはかつてのバトラの立場で戦っているというわけだ。ベアト、かつてのそなたを無能と蔑んだわらわだ。この程度まだまだ答えぬぞ。ゴーダとクマサーを疑うことはもう不可能だわ。これ以上論点にしても勝てないだな。別のアプローチに切り替えよう。順当に行くなら次は南条でしょう。彼もまたゲストハウスにいた人物です。南条は確かラウンジでエリカと一緒だったわ。しかしその前後の時間帯が空白になるはず。そうだ、そこを突く。南条、
そなたは確かエリカとゴーダと一緒にゲストハウス1階のラウンジでくつろいでいたのだったね。はい、私はエリカさんとずっとご一緒でした。ラウンジで過ごした時間は午前1時から午前3時までです。ええ、そうです。午前1時から午前3時までの間、私と南條先生、ゴーダさんの3人はラウンジでくつろいでいました。我が主、復唱要求です。応じるわ。午前1時から午前3時まで、エリカ、南條、ゴーダの3人はゲストハウス1階のラウンジで過ごした。ならば、ラウンジで過ごした時間帯の前後、アリバイがないはず。南條にも犯行は可能であるぞ。そうね。南條がラウンジで、エリカと一緒に1時から3時までいたことは分かったけど、それ以前とそれ以後はどうなのかしらね。どう？エリカ。はい。まず午前1時以前のアリバイ。これは全く問題ありません。私が24時まで男部屋でトランプで一緒に遊んでおり、それからラウンジに降りて、そこで南條先生とお会いしたからです。そうでしたが、24時に降りてきたエリカさんとお会いして少しお話をしていましたら、かなりのミステリー通だと分かりまして、すっかり意気投合してしまい、私、秘文の謎解きで書庫に入ったとき、海外の名作ミステリーの原書が多数保管されているのを見ていました。ですので、それらを手に取りながら、ぜひ議論がしたくなりまして、私たちは書庫に移り、ずっとおしゃべりをしていました。ラウンジに場所を移すまでずっとです。午前3時までの間、ずっと南條と一緒だったわけね。なら、南條のアリバイは一番盤石ということになるわ。はい、そういうことになります。我が主、復唱要求です。応じるわ。24時以降、エリカは午前3時までずっと南條と一緒にいたの。その後、私たちは午前1時に書庫から廊下へ出ます。すると偶然、お戻りになられたローザさんと鉢合わせになりました。そして私がゴーダさんにそれを教えました。客人を出迎えるのは使用人の役目だろうと思いまして。
続きまして午前3時以降、お開きになった後の南條先生のアリバイです。午前3時にバトラさんがお戻りになり、ラウンジは解散。私と南條先生、バトラさんの3人は2階へ上がりました。そして南條先生はお休みに。その際もちろん先生のお部屋の扉にも封印をさせていただきました。あとは事件発覚まで同じです。私はバトラさんの悲鳴と同時に部屋を飛び出し、南條先生の部屋の扉に封印がされていることを確認しました。よって南條先生のアリバイは午前1時以前、午前3時以降ともに完璧なのです。素晴らしいわ、エリカ。あなたの封印も赤き真実も完璧よ。南條は午前3時までエリカと一緒にいたというアリバイがある。そして午前3時から朝まで自室を出ていない。ゲストハウスの容疑者全員のアリバイ証明を終えました。問題はありませんね。も、問題はあるぞ。それはだな、そのベアトを却下するわ。私は何も問題を感じない。極めてポップでキュートでパーフェクトだわ。これでゲストハウスの人間全員のアリバイは証明された。待ちな、エリカ。俺を抜く気か。後ろ宮バトラにだって犯行のチャンスはあるはずだ。何しろ犠牲者たちと同じ部屋で一夜を共にしたんだぞ。その俺を差し置いて議論を先になんか進ませねえ。うっ、バトラ様の発言権はまだ認められておりません。ご注意。はあ、分かっておるぞ、バトラ。そしてすまん、許せ。エリカ、まだバトラのアリバイを示していないぞ。バトラは犠牲者たちと枕を並べて眠った男。誰よりも一番に疑わなければならぬのではないのか。通りだわ。ダメじゃないよね、バトラを飛ばしちゃ。これは失礼しました。すっかり失念しておりました。そなたは午前3時に帰ってきたバトラと共に2階へ上がり、そしてそなたも自室に戻って眠ったはずだ。24時にいとこ部屋を訪れたかもしれぬが、午前3時以降には訪れておらぬはず。まさかその後バトラのベッドに潜り込みに行ったとでも言うのか。一晩中バトラの寝顔を見ていとこ部屋でのアリバイを確認していたとまで言うなら認めてやってもいいがな。
一晩中寝息を聞いていましたが、何か？なんだと？私、古田エリカは、バトラさんが午前3時に男部屋にお戻りになり、すぐにそのままベッドに潜り込み、すぐに就寝してしまったことを証明できます。そして、起床され、部屋の惨状に気づき、悲鳴を上げるまで、部屋で何も起こらなかったことまでも証明できます。ですのでご安心を。バトラさんは犯人ではありません。殺人現場にそうとは知らずに入り、朝まで寝てしまった、ただの愉快な第一発見者です。バカな。お得意の封印でも、それを証明することは不可能なはず。どうしてそれが、そなたに証明できるというのか。ふざけるな。あの時、俺は自分だけ部屋に入ったんだぞ。エリカだって、自分の部屋へ戻ったはずだ。どうしてそんな、さも見ていたかのように断言できるんだ。見たとは言っていません。エリカさんに割り当てられた部屋はどこですか？エリカ、教えてちょうだい。どうしてあなたはバトラのことがそこまで証明できるの？さすがに、それでこそ探偵だわ。私の部屋は、いとこ部屋の隣です。薄い壁が一枚あるだけです。まさか。そなたは壁に耳をつけ、いとこ部屋の様子を伺っていたというのか。はい。私の耳は完璧です。バトラさんが入室後、直ちに私は部屋の壁に耳をつけ、何か異常が起こらないか監視していました。あんた、バトラが悲鳴を上げる朝まで何も起こらなかったと証明できると言ったわね。まさかあんた。はい。朝まで一睡もせずに壁に耳をつけ監視をしておりました。私はてっきりバトラが第一の番の犠牲者だと思ってたのよ。はい。ですから我が主の追いつけ通り、朝まで一睡もせずに壁に耳をつけ、異常が起こらないか監視をしておりました。エリカの記憶力は写真並み、そして聴力は録音機並み。エリカの耳をごまかしてジョージたちを殺し、首に傷を刻むなど不可能なことよ。認めざるを得ない。赤で認定するわ。後ろ宮バトラは午前3時にいとこ部屋に戻り、そのまま就寝した。そして事件発覚まで部屋では一切不審なことはなかった。つまりバトラには殺人も死体を傷つけることも不可能だったということ。
エリカは24時以降はずっとゲストハウスにいます。つまり屋敷にいた人物のアリバイを証明することは難しいはず。ヘマたちの動向についてのアリバイ証明は困難を極めたはず。それが逆に簡単に彼らが25時から午前3時までの間ゲストハウスに訪れなかったことを証明するだけでアリバイが可能になってしまう。とにかく午前3時以前で殺人が可能だと構築するしかあるまい。そしてそれを屋敷の誰かで実行可能だと証明しなくてはならぬ。そいつはなかなか難しい話だな。エリカは午前3時までラウンジ、そして2階へは、そこを通らずには行かれない。つまり事実上ゲストハウス2階の管理人のような状態になってるわけだ。月並みですが、エリカに知られずに2階へ上がることができれば犯行は誰にでも可能だと証明できるでしょう。人間その気になりゃ2階の窓までよじ登ることもできるかもしれねえぞ。バトラ、ナンジュ、ゴーダ、クマサワ、ゲストハウスの全ての人物に犯行が不可能であることは分かった。しかし屋敷の人間はどうか。すでにお話ししておりますし、我が主が赤き真実でも宣言済みです。私はゲストハウス1階のラウンジにいました。そして2階へ至るにはラウンジを通らなければなりません。つまり私の目に触れずに2階へ至ることは不可能だということです。それが不可能ではなかった。例えばゲストハウスの外壁にはしごを立てかけ2階の窓より侵入したとか、ラウンジを通らずに2階へ至る方法は存在するはず。これならばそなたの目に触れずに犯行現場へ至ることは可能だ。当然そう切り返されることは想定済みです。私のラウンジでの見張りが無意味であったことにされてはたまりませんから。そこでまずは私の見張りが完璧であったことを証明しなくてはなりません。まずゲストハウスの構造上、ラウンジにいた私の目に触れることなく2階へ至ることは不可能です。死角も遮蔽物も一切なく、どのような物理的心理的資格も存在しません。我が主、復唱要求します。ゲストハウス2階へはラウンジにいた人物に知られずに至ることは不可能。もちろんこれは内部から2階へ至る話だけれど。グッドです、我が主。さて次はベアトリーチェ教のご考察の外部から至る方法です。これには正直困りました。登れそうな木もありますし、はしごを使う手もあるでしょう。雨どいをよじ登って2階に至ることも不可能とは言い切れません。しかし
これをさせるわけにはいきません。ほう、させぬとな。ではどうしたというのか。まさか夜通しゲストハウスの周りをぐるぐる回って寝ずばんをしたとでも言うのか。いや、それはできないよな。そなたはラウンジにいたのだから。ラウンジの窓から見える外は外周の一部に過ぎない。そうです、私は外壁を2階まで登るあらゆる方法を完全に防ぐことはできません。しかし2階へ侵入することを防ぐことはできました。侵入を防ぐと。すでに読めているのです。恐ろしい、ここまで失礼と。ゲストハウスはその構造上、外部から2階へ侵入するには窓を使うほかありません。施錠？どうでもいいことです。ただ窓が、鎧戸が一度も開かれなかったことを保証すればいいだけの話だったんです。私は黄金の隠し場所に立ち会い、その後ゲストハウスへ戻ってすぐ、ラウンジを通過せずにゲストハウス2階へ至ることのできる全ての方法を断絶する工作を開始しました。同じことです。これまでと何も変わらず。あんた、まさかゲストハウスの全ての窓にお得意の封印をしたって言い出すの？あの天気の中、その格好で。一応漂着時の水着持ってますので。イカれてやがるぜ。客人として迎えられた家でまだ何も起こってないのに、あの雨の中そんなことをして回るってのか。普通の人間なら絶対にありえない不審な行為です。ですが彼女は魔女の駒ですか。あなたという人は我が後宮家を何だと心得ておられるのですか。客人として迎えた恩も忘れ。探偵にとって後宮家は事件の舞台以上にも以下にもなりません。私にとって事件発生前に重要なことは登場人物の名前を覚えることと地形構造を覚えること、来たる事件に備え各種アリバイの取得準備および工作に専念することです。事件発生前に何の準備もしない探偵は私から見れば三流かと。逗留先で人が死ぬと私たちは知っているのだから。そしてエリカは事件発覚と同時に全ての封印が破られていないことを確認したわ。エリカが死体発見時に一番にいとこ部屋に到着しなかった理由はそういうことよ。死体なんて見分しなくても赤き真実でいくらでも確定が取れる。それより重要なのはアリバイ構築のための封印の確認だった。我が主は完璧です。私は主に命じられたままに全てを完璧に証明しただけです。見事よエリカ、私の分身、私の駒。どう、ラムダ。これでラウンジでのエリカの見張りはアリバイ構築上絶対の信頼性を持つことが証明されたと思うけど。
ええ、認めるわ。エリカ、あなたの封印は完璧よ。私が赤で認めるわ。ゲストハウス2階へはラウンジを通過しない限り至ることはできず、ラウンジにいたエリカに知られずに至ることは不可能。ありがとうございます、ラブダテリカ卿。以上により次のことが確定したわけです。大ベアトリーチェ卿、以上により犯行時刻は生存確認をした24時からラウンジで弾丸が始まった午前1時までの1時間の間に限定される。すでにお話ししていますが、私は24時にラウンジにおり、そこで南條先生と意気投合し、午前1時まで書庫でミステリー談義にふけっておりました。お恥ずかしながらすっかり熱中してしまっていたため、その間廊下を誰かが通り抜けても私は気づけませんでした。探偵にあるまじき痛恨のミスです。申し上げるとこういうことです。いとこ部屋に至って犯行を行えるのは24時から午前1時までの間にアリバイを失う人物だけということです。ですが、一夜が1時間にまで封じられ、残す容疑者の駒もこの調子ではあとわずかでしょう。ベルン・カステル共鳴、やるではないか。私、バトラと違ってバカじゃないの。こんなゲーム5度も繰り返せば手の内は十分だわ。それでは改めまして、残りの容疑者、屋敷の人物のアリバイを検証してまいりましょう。何しろ24時から午前1時までのたった1時間の話、もはや難しいことではありません。まず24時の時点、この時点で2階廊下に夏日、クラウス、源氏がおり、それ以外の全員が1階食堂におりました。これはすでに我が主によって赤き真実で示されています。ええ、そうよ。24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、源氏がいた。残りは全員1階の食堂。そしてご存知の通り、謎のノックが片翼の紋章の手紙が現れた。そしてそれをめぐって午前1時まで延々と議論が続いたわ。私がそれを赤き真実で語るわ。食堂の全員が
午前1時まで誰一人食堂を退出していない。それをどうやって証明するのか。エリカはゲストハウス、誰かが食堂の扉にお得意の封印でもして証明したというのか。納得のいく証拠も証明もないぞ。赤き真実はただ真実であり、証拠も証明も議論の余地も必要ない。あんたが作ったルールよ。では次に源氏についてです。彼は犠牲者ですが、いとこ部屋での犯行に及んだ後、自らも殺された可能性も否定できません。そして何より24時に2階廊下にいましたが、その後夏日の電話の取り次ぎのため使用人室に戻り孤立します。ということは源氏にも犯行は可能なはず。赤で語るわ。源氏は電話の取り次ぎを終えた後、そのまままっすぐ控え室に戻っている。証拠も証明も封印もアリバイもなく、ただ冷酷に真実をね。そして午前1時、親族会議は再び小休止となり、ローザがゲストハウスへ戻ります。この時、本当に協力に感謝します。後ろ宮エヴァさん、ご起立を。エリカちゃんだけじゃないのよ。私もきっと今夜何かが起こると思っていた。彼女こそは私に封印を教えてくれた方。そして私と共に疑わしい人物のアリバイを確かめるために協力してくださいました。私は午前1時の小休止の時、源氏さんの控え室に行き、エリカちゃんと同じ封印をした。つまりこれが破られていなかったなら、午前1時から翌朝までこの部屋は誰も出入りできなかったことになる。続けてカノンさん、熊沢さん、ご起立を。お二人は朝起きてくるのが遅い源氏さんを起こしに行きましたね。そしてその時、扉に封印がされているのに気づき、それを破いて扉を開きましたね。はい、何かのいたずらだろうと思いました。あの時はそんなことは深く気にしませんでした。感想は聞いてません。事実だけを述べるように、封印を破って入室したのですね。はい。赤き真実でエヴァとカノンと熊沢の
今の証言が真実であることを保証するわ。エヴァは午前1時に源氏の控え室に封印をし、それは朝の事件発覚時にカノンと熊沢に破られた。面倒だからさらに付け加えるわ。午前1時の小休止で最初に食堂を出たのはローザとエヴァよ。エヴァが戻るまで食堂の人間は全員その場に留まっていた。エヴァはローザを見送った後、控え室へ行き封印を行った。無論その際に室内には一切立ち入っていないわ。これらは全て関係者からの事情聴取で分かったことです。根拠なき赤き真実ではありません。証言から構築された正当な推理による真実です。証言だけでなく指紋の採取、各種科学捜査、可能な限りを尽くしました。何しろ金蔵さんの書斎はあらゆる薬物の宝庫。赤き真実に限りなく近い究極の真実である各種の調査結果を得ています。ああ、サイエンスミステリーではないのでその詳細は割愛しますが。我が物顔とはよく言ったものよ。次より探偵を名乗る者は決して客人として迎えぬよう、出会う者たちに忠告しよう。それがよろしいかと思います。探偵に雨宿りを許すなんて不吉極まりないことなんですから。以上から、源氏の控え室へ至り犯行を行うのが可能なのもまた24時から午前1時までであることが証明されたわ。そしてさらにエリカの調査によって源氏にもいとこ部屋へ至るのが不可能であることが証明されたわ。後宮夏日、最後にチャンスをあげるわ。すべての犯行はあなたの夫の仕業だと自ら告白なさい。バカな、私が夫に濡れ衣を着せるような女に見えますか。
ベアト、夏日は拒否したの。そしてあなたにも同じチャンス。分かっているでしょ。それともまさか、クラウスが行方不明であるのをいいことに、悪魔の証明でごまかしきれるつもりじゃないわよ。あの魔女どもがそうなるように曲解してるみてえじゃないか。そうですね。ゲームマスターのラムダ・デルタ卿が納得したなら、その真実の真贋は問われない。最後に残った真実に基づかれ、続く世界が紡がれる。その最後の真実が本当の真実とどれほどかけ離れていようとも。クラウスおじさんが犯人のわけない。おじさんは何者かに監禁されてるんだぞ。いや、そうだ。夏日おばさんを電話でうまく騙した可能性は否定できないか。バトラ君は夏日とクラウスを疑っていますか。それはエリカの真実は卑劣な構築ですが正当です。魔女と結託しているとはいえ、赤き真実で認められています。つまり嘘だけで構築した偽の真実では断じてありません。つまりエリカの真実でも筋が通るのです。夏日やクラウスが犯人という真実も全くありえなくはありません。それが虚構であろうとも筋は通る。真実と同じ価値を持った虚構なのです。その二つの真実のどちらを信じる、それはバトラ君自身が自ら決めることです。いや、俺は夏日おばさんとクラウスおじさんを信じるぜ。確かに金でトラブルがあるのは知ってる。だがそれでも俺はおばさんたちが犯人だと信じたくない。いや、信じられない。これだけ赤で着実に追い詰められたこの盤面上でどうやって夏日を逃がせますか。わからねえ。だが絶対に屈したくない。夏日おばさんは卑劣な罠にはめられただけだ。エリカの推理はまさにそれに踊らされたもの。だからエリカは意図してかせずしてか本当の犯人の片棒を担いでるんだ。エリカが夏日おばさんの犯人だと告発し、この場にいる誰もがそうだと信じてもならばこそ俺だけは夏日おばさんを信じたい。俺は嫌だぜ。だがもう夏日おばさんを信じないならむしろ俺が信じてやる。本当の真実は全員が納得したら決まるものじゃない。徹底的に双方の可能性を検討してその上で至るもんなんだ。だからこの法廷は嘘っぱちだ。この法廷は夏日おばさんを犯人だとでっち上げるためにしか存在しない。ベアトは夏日を必死に弁護していますよ。違う、ベアトがしているのは神戸言い訳でしかない。この法廷では相手の主張に抗うだけじゃ戦えないんだ。だからかつての俺は一方的にベアトにやり込められていたんだ。エリカに勝つのに必要なのは奴の推理のあらを探すことじゃない。奴とは異なる別の真実を見つけ出し、それをあのゲームの支配者ラムダ・デルタに
エリカの真実より正しいと認めさせることなんだ。ベルン・カステル教の示した赤き真実に抵触せずに、ナツヒが犯人でない真実を紡ぎ出せますか？わからない。だが、俺が、ナツヒおばさんが犯人だと信じない限り、絶対に別の真実がある。仮に、事件の犯人は魔女ということになってもいい。正しくない真実によって、夏日おばさんに濡れ衣を着せられるくらいなら。夏日は犯人であると、これほどの赤き真実を突きつけられても、あなたは信じないのですね。ああ、物事ってのは、常に信じる奴と信じない奴がいるべきなんだ。たとえいくら証拠が積み重ねられようとも、誰かが潔白を信じなきゃならない。世の中には証拠じゃ示せない真実なんていくらでもあるはずなんだ。みんながそうだと言うからきっとそうなんだなんてことを俺は二度と受け入れたくない。俺が信じる。本当の真実は否定と肯定の二つの目で同時に見た時にしか浮かび上がらないと俺は信じる。奴らが夏日おばさんが犯人だといくら信じさせようとも俺は犯人じゃないと信じる。それを捨てない。わかりました。ではあなたに私から一つだけ赤き真実を授けましょう。私が真の意味で戦う意志を持ったあなたに送るたった一つの力です。力？幽玄の魔女ワルギリアの何者？いえ、先代の魔女ベアトリーチェとしてあなたに赤き真実を託します。後宮夏樹は犯人ではない。司法取引。クラウスが犯人だと認めたなら、エリカは夏日に対する追及を中断。以後は所在不明のクラウスが犯人ということで追及を。どうするベアト？このままじゃ夏日ヤバいわよ。司法取引を受ける？後宮家の名誉とやらを放棄するなら、今回はドローにしてあげようっていうベルンの甘い配慮よ。
夫は犯人呼ばわりなどさせません。夫は後宮家次期当主、後宮家の栄光を受け継ぐ唯一の人間です。その人間に犯罪者の汚名を着せるなど断じて許しません。良いのか夏日、クラウスを疑ることを放棄するならもうそなたしか残らぬぞ。そなた以外の全員のアリバイの証明、すなわちヘンペルのカラス、何の証拠もなくそなたを犯人だと断定できてしまう。私しか残らなければ何だというのですか。私は後宮夏日、逃げも隠れもしない。私は潔白です。そして心に片翼のわしを刻む高潔なる当主代行です。私を罵りたければ罵りなさい、あざけりたければあざけりなさい。誰にも虚実で私の名誉を傷つけることなどできはしないのです。夏日は取引を拒否。ベアトは？分かってるわ。夏日が特定された瞬間にラムダは判決を下すわ。その瞬間に魔女幻想は否定され、あなたは強く消える。夏日のくだらない意地に地獄の底まで付き合うつもり。リーチ、あんたもよく戦ったわ。ここが潮時よ。夏日を説得して、なんとかギリギリの妥協策を。ラムダ・デルタ卿もベルン・カステル卿も、真の敵はお嬢様ではなく、退屈そのものです。このゲームをまだ繰り返し遊びたいはず。お嬢様が譲歩するところを見せれば、喜んでそれを受け入れ、次のゲームに仕切り直すはずです。次のゲームに仕切り直され、このゲームの夏日を、このかけらの夏日をどうなるというのか。そんなの気にしてる場合じゃないでしょ。夏日なんて所詮駒よ。このゲームで取り除かれても、次のゲームではまた登場するわ。しかしお嬢様はそういうわけには参りませんぞ。今回のゲームでベルンカステル卿の手の内は分かったはずです。それを生かし、次回のゲームで勝利を目指す方が現実的です。ここはベルンカステル卿の取引に乗るのが唯一無二の上策かと。くだらないプライドは捨てなさい。カスパルフもディープブルーム無敗じゃないわ。最後に勝率で勝者を決めるんでしょ。一つの勝負、一つの人生、一つの駒に魔女が執着したら死ぬわよ。すまぬ、そういうわけにはいかなくても、誰もが違うと言っても自分だけは信じる男の強さと、それを捨てなければならなかった男の悔しさ、わらわは知っている。わらわは夏日を見捨てぬ。なぜか誰もが夏日を疑うのなら、誰かが夏日を信じねばならぬからだ。真実とは、疑う者と信じる者の狭間にこそ見つけ出せるからだ。わらわは見捨てぬぞ。誰もが夏日を犯人と信じるなら、それでもわらわは魔女が犯人であると主張する。それが主張できぬなら、わらわの存在価値などそれまでよ。負けられねえんだよ。真実ってのはさ、誰かが否定するもんじゃねえ。自分が疑って捨てた時に消え去るんだよ。それがベアの返事。ああ、当然拒否よ。後宮クラウスは犯人にあらず。
バカ、もう取り返しはつかないわよ。愚か者の短期にふさわしい報いを受けなさい。奇跡の魔女ベルンカステルの名において赤き真実を語るわ。後ろ宮クラウスは犯人ではない。そしてとっくに殺されてるわ。あんたに電話で声を聞かせた直後にね。食堂の人間は全員一時まで食堂を出ていないことは赤き真実で確定してる。つまりもう夏日以外全員のアリバイは証明されてる。状況証拠からクラウスの殺害も追加を。ええ、そうね。クラウスを殺せるのだってこの状況じゃ夏日以外に考えられないわ。主文を訂正するわ。午前1時までの1時間の間にクラウス、ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの6人を次々殺害したわ。殺害可能時間はいずれも24時からの1時間の間だけ。その1時間の間にアリバイを持たない犯行の可能な人物は後宮夏日だけだった。以後ゲームは被告を真犯人として扱い進行。また事件が人間の犯行で完全に証明されたため無限の魔女ベアトリーチ当幻想法廷はあんたの存在をここに否定することを宣言するわ。公弁の機会があるけど夏日のアリバイを証明できる？もしくは夏日以外が犯人の可能性を示せる？それさえできれば夏日は黒ギリギリのグレー止まり。あんたの存在否定は今回は保留されるけど。
アリバイの証明などなくとも、わらわはナツヒの無実を信じるぞ。そなたらが偽りの真実をどう決めつけようとな。わらわこそが真犯人である。ナツヒは無実である。たとえ証拠がなくとも。真相、六軒島の夜の主、黄金のベアトリーチェだけが知っています。私は後宮夏日、夫亡き今、私が後宮家の当主です。我が心、いかなる恥ずかしめにもくじけることがありません。そこはなぜか、お父様が私、心に片翼のわしの紋章を刻むことをお許しくださったからです。私の心臓に刻まれた紋章と名誉を、あなたの証拠とアリバイとやらはどう否定できますか。できません。私の心に刻まれた後宮家の紋章は不滅なのです。よく吠えること。私は魔女が火あぶりになるときは命乞いを泣きわめく子が一番好きよ。あんたみたいな虚勢を張るのは一番強ざめなのだから、その虚勢を打ち砕く赤き真実を私からの最後の贈り物としてあげる。何ですか。言わせ、ベルンカステル卿、もはやそなたの望んだ真実に上書きされるであろうが、その真実、夏日の真実に相入れるはず。汚さないでやってくれ、頼む。夏日、金蔵があんたの心に片翼のわしを刻むことをいつ許したっての。あんたの妄想の中の金蔵の言葉でしょうが、それは本当の金蔵はね、将来ただの一度もあんたを心の底から信頼したこともないし、あんたに妄想を許そうと思ったこともただの一度もないわ。夏日、耳を貸すでない。そなたの心に刻まれた紋章は誰にも汚されぬ。そなただけのものだ。後宮家の最後の当主としての誇りを永劫に忘れるな。夏日！やかましいわ。消えなさいよ。夏日のゲロカス妄想。消せぬぞ、我が魂は。夏日が心に紋章を刻み続ける限りな。この嘘つき幻想、本当の金蔵はそんなことを言わないわ。消えなさい。夏日によって美化された、夏日にとって都合のいい夏日の中の妄想の金蔵。うわ、
哀れな女。後宮金蔵の信頼を生涯得られなかった真実を今こそ静止しなさい。夏日、泣くな。そなたは金蔵に後宮家を託されたのであろう。おいおい、となると決定的じゃねえか。魔女が犯人で魔法で殺人を犯したわけでない限り、あんたなの？あんたがジョージを、主人を殺したの？どうしてよ、どうして。私は殺していません。私は何も。後宮夏日さん、
のよ、あの人殺し、人殺し。私は3つの謎の2つを解きました。フーダニット、ハウダニット、そして最後の謎ホワイダニットは犯人が自ら告白しなくてはならないと決まっています。どうかミステリーのルールに従い告白を。これが三流ミステリーならそろそろ夏日さんが高笑いを始めて罪を認め悲しい過去話を始めるタイミングなのですが、まさかそれまで私がしなくてはなりませんか。私は犯人じゃありません。誰か信じて。私は何者かに夫を人質に取られ脅迫されて罠にはめられただけなんです。夏日は犯人ではない。我こそは黄金の魔女ベアトリーチェ。そなたらが夜の闇に怯えた年頃よりはるかに前から君臨する六軒島の夜の支配者。なぜわらわの罪とせぬか。なぜ夏日を疑うのか。わらわを認めよ。すべてはわらわの犯行ぞ。人間が犯人ということなど断じてあってはならぬわ。聞こえてないわよ、誰にもね。あんたは幻、ただの幻想。お帰りなさい、ただの肖像画に。金蔵の幻想を親族が共有することによって生まれた儚い幻の魔女。それがこの世界の選んだ真実なのよ。さあ、大ラムダ・デルタ教、この魔女を語るおこがましき愚かな幻想を今こそ葬り去りたまえ。さようなら、ベアトリーチェ。あなたを魔女にしたのは私のお友達になれるか。
私の退屈を紛らわしてくれるか、そのどちらかを期待したものよ。そしてあなたは期待に応えてくれたわ。後者だね。わらわは魔女であるわ。ラムダ・デルタ教に認められずとも魔女であるわ。私が後見人にならなかったら、それを信じることもできなかったくせに。さあ、あなたはこれでゲームオーバーよ。あなたを葬る方法は、あなたのゲーム版のルールに従ってあげる。あなたのゲームでは敗者はどうなるんだっけ。すでにベアトが過去のゲームで一度はっきりとそれを見せてくれてるわ。生きた肉の塊にしてヤギの晩餐会に放り込んで食い散らかされるのよ。ふさわしい最後だわ、ベアトリーチ。高慢ちきなあんたの断末魔が聞きたくてはるばるこんなところまでやってきたのだから。であった。ええ、そうよ。あなたが私を楽しませることができなくなったら、その身をもって私の退屈を慰めるのが私たちの契約。さあ、その女から魔女の座を奪い、ヤギの釜へ放り込みなさい。良い悲鳴を聞かせてね。あんたはこの日のために寝かせてきたワインよ。ならば、それを聞かせぬのがわらわの最後の一死である。やった、言わせた。それを捨て台詞にしてくれる子が聞かせてくれる悲鳴が最上級なのよ。落ちろ、ベアトリーチェ。
魔ね。異端審問官ドラノール。恐れながら申し上げます。この判決に異議のある者がおります。そやつの名は、後ろ宮バトラです。当法廷の判決に何が不服で？再審請求にふさわしい新しい証拠を、真実をお持ちなのでしょうね。時を費やせど至れぬ真実もまたありません。しかし全ての法廷は真実を決定するのに刻限を設けます。そしてその刻限までに至れぬ真実はもはや真実とはなり得ないのです。書きされるの本当の真実はどこにもないのだ。ドラヌール、素敵なシナリオだわ。やはりお姫様の処刑にはナイトが現れないと面白くない。そしてその眼前で弾頭を見せてやるのに勝るものなし。古き駒と用済みのプレイヤーたちをまとめて葬り去りなさい。良いです。ダイベルン・カステル卿に栄光あれ。我こそは首席異端審問官ドラノール・A・ノックス。いざ参られい後ろ宮バトラ。こうなりゃ破れかぶれだ。俺の悪あがけ見せてやる。
バトラー、愛しのベアトリーチェと一緒にヤギたちに肉片にされてまぜこぜになってみる。ああ、そのひき肉にはあんたの大切な妹のひき肉も混ぜてあげる。素敵な合いびき肉になるでしょうよ。皮に包んで蒸して小籠包にして、やっぱり醤油でしょ。フライパンで焼いて卵を乗せてケチャップが最強よ。エリカお得意の封印の信頼性は疑えないのか。髪を挟むなんていい加減な方法で絶対のアリバイにはなり得ないはず。偶然気づいた人間が元の位置に挟み直すことだってあったかもしれない。何が飛び出したと思ったの、バカバカしい。私からご説明しましょう。私が扉を封印していたのはこれ。バトラさんはこれ、紙だと思ってたんですか。これ、ガムテープです。それも非常に粘着力のある。それにハサミを入れ、切れやすくしてあります。それにさらに切れ目、扉と枠部の3箇所に模写不可能な私のサインにて割り印がしてあります。よって痕跡を残さずに剥がすことも貼り直すことも一切できないわけです。抜刀神聖石剣承認。封印の完全性が保証されました。ミス・エリカの封印は何も何も破れず、ごまかすことはできないのです。エリカの封印は認めよう。だがエヴァおばさんがしたゲンジさんの部屋の封印は違うはずだ。エヴァの封印もミス・エリカの封印と同一のものです。この封印方法はミス・エリカとエヴァが晩餐後に共同で考案したものだからです。エリカは科学捜査に用いるとか言ってじい様の部屋の薬物をいろいろと漁ったな。その薬物の中に例えば溶剤があったかもしれない。それを使えば爪の痕跡を残さずに綺麗にガムテープを剥がすことも可能かもしれない。金刑、慎んで申し上げる。すべての封印はいかなる方法でも痕跡を残さずに剥がすことは不可能だ。金刑、慎んで申し上げる。全ての封印には不審な一切の痕跡はなきにけり。以上により、封印に何らかの工作が行われたことがないことが証明されます。復唱要求。ええ、喜んで。エリカとエヴァの全ての封印に剥がすなどの封印の機能を損なわせる一切の工作はなかった。あとが残るようなガムテープをあちこちにベタベタと貼りやがって。
の議論だけで終わりですか？全力で来る約束です。勝ち目はあるのか？家に忘れてきた。通りに戻っていいか？わらわはすでに負けたね。覚悟はできている。お前を殺すのが俺の約束だ。だから俺以外の奴がお前を殺すことを許しはしない。俺の約束を絶対に破らない。嘘だな。そなたの約束ね、わらわはもう二度と信じぬぞ。何？俺がお前に何の約束をして何の嘘をついた？そのそなたの言葉でわらわは地獄を受け入れられるというもの。殺せわらわたちを、ベルガッセル、ラムダデルタ。それで終わりですか？情けない。やはり失望です。後ろ宮バトラン。殺してくれドラノール。わらわをバッサリと、その赤きたちで真っ二つに。ゲストハウス2階へ。ラウンジを通過せずに至る方法、 X の盾。エリカは窓やらを封じたと主張しているが、侵入可能な全てを封印できたことは証明できていない。エリカに発見できなかった侵入口 X を封印できなかった可能性がある。秘密の通路の存在を禁ず、ミス・エリカの探偵として全ての侵入口を封印しています。探偵に発見できない通路は秘密の通路です。よってミス・エリカに発見できない侵入口は存在しないのです。ラウンジ、エリカの見張りが完璧でなかった可能性の提示。エリカは2時間を過ごす間、片時も目をそらすことなく監視し続けたのか。わずかの隙を突き、ラウンジを少なくともエリカの目にだけ触れずに通過することは可能かもしれない。ギンク、謹んで申し上げる。ラウンジでのエリカ卿の見張りは完璧なり、わずかの隙も油断も1秒の見落としもなきにける。金券、謹んで申し上げる。よってラウンジでの会合中、2階へ上がりしはローザのみなり。そのローザおばさんは本当にローザおばさん本人だったのか。何者かがローザおばさんに変装した可能性、もしくは彼女が実は大きな旅行カバンなどを持っていて、この中に誰かが隠れていた可能性もある。ノックス第10条、手がかりなき他の登場人物への変装を禁ず。
何者かがローザに変装することを示唆する伏線は存在しません。また彼女が人間を隠蔽できる荷物を所持していなかったことをエリカが確認しています。夏日おばさんは何者かに脅迫されていた。招かれざる未知の客人 X が真犯人なんだ。どうしてこの島には俺たちしかいないと断言できる。真犯人は俺たち以外に存在するんだ。ノックス第1条、犯人は物語当初の登場人物以外は禁ず。毒物での遠隔殺人かもしれない。そう、死ぬと首に切れ込みができるような不思議な薬だ。それは遅効性でアリバイがありながらも。ノックス第4条、未知の薬物および難解な化学装置の使用を禁ず。いとこ部屋や源氏さんの控室に遠隔殺人の可能な殺人の仕掛け X が存在する可能性もある。それは未だ発見されていない秘密の仕掛けで。解決を禁ず。とにかく夏日おばさん以外に真犯人がいるんだ。それを否定するなら登場人物全員について赤き真実で犯人でないと復唱してみろ。ノックス第6条、探偵方法に偶然と第6巻の使用を禁ず。夏日おばさん以外の全員にアリバイだと。一人抜けてるぞ。エリカ自身のアリバイは誰がどうやって証明するんだ。ノックス第7条、探偵が犯人であることを禁ず。現行犯でない限り夏日おばさんが無実である可能性は常に否定できないはず。エリカの未発見の証拠 X によって無実が証明できる未来の可能性までを否定できるのか。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。この物語は悪意ある虚実に満ちている。夏日おばさんを陥れようと物語自体が罠になっている。公正な真実だけで物語を再構築するべきだ。ノックス第9条、監督者が自分の判断解釈を主張することに許される。俺が犯人、例えば24時以降非常時の兄貴たちが死ぬように遅効性の毒を盛り、その後午前3時に戻った俺が音もなく首を切断した可能性。聞き耳のエリカに聞かれないくらいに静かに。ノックス第8条、提示されない手がかりの解決を禁ず。みんなは自殺なんだ。だから犯人は存在しない。緊急、慎んで申し上げる。犠牲者は全員他殺なり。死体をエリカ自身が検視したわけじゃあるまい。探偵以外の人間は検視を誤る可能性があるはず。緊急、慎んで申し上げる。全ての死体は決して検視を誤れぬものと知り立てまつれ。なら身代わりしたいということもあるかもな。犠牲者たちとよく似た死体をあらかじめ用意してあったんだ。
登場人物以外の死体は登場しないと知りたまえ。ならどうして死体のないクラウスおじさんが死んでると宣言できるんだ。ノックスの第何条だかに違反するんじゃねえのか。赤き真実はただ真実であり、証拠も証明の必要もないと知り立てまつれ。そんな人格者。あなたの真実はもはや存在しないのですか。それは夏日が犯人でない異なる真実なのですね。しかしそれでもベアトだけは助かるかもしれねえ。どうして。俺は夏日おばさんが断じて犯人ではないと示せる。だが異なる本当の真実を示せない。エリカの真実を無惨させれば事件は闇に戻り、お前の生きる余地もあるだろう。それができたならね。でも、もし新しき真実が示せないなら、あんたはもうプレイヤーとして無能の用なしよ。このゲーム版から永遠に消えてもらうわ。
前を殺すって約束を、俺はやっぱり破っちまう予定だな。嫌だ。わらわだけ生き残らせるな。そなたと共にわらわも消える。それがわらわへの最後の手向けとなるのだ。頼む。その願いだけ叶えてくれれば他には何もいらないから。名残はつきましたか。やはりあなたには失望です、後ろ宮バトラー。とっとと引導を渡してください。夏日さんの罪を暴く私の独断状が残ってますので。本当に面白いわ、あんたたちは。ベアトリーチ、後ろ宮バトラー。でももう飽きたわ。私たちのゲームにもうあんたたちは必要ないわ。おやりなさい、ドラノール。これでおしまいです。最後の力がまだあるなら、せめて最後にそれを振り絞って見せてください。探偵方法に超自然能力の使用を禁ず。この法廷で魔女以外が赤き真実を語るなら、それにふさわしい証明を構築してちょうだい。エリカはこれまでその手順を踏んできたはずよ。あなたのその赤き真実は、あなたが自分で手に入れたものではないわ。超常存在から授けられた超自然の真実よ。すなわち推理ではない、デタラメな思いつきと同じということよ。その若き真実を掲げるには、それにふさわしい構築が必要です。それが示せるのですか。なあ、本当の真実なんて儚いんだよ。本当の真実なんて存在するのか、そしてそれは必要なものなのか。なくてもこうして物語は進むんだよ、バトラー。さあバトラー、あなたの示した赤を証明するのです。それができないならお別れです。お別れだ。すまない。
ベアト。言うな。わらわに今日まで付き合ってくれてありがとう。こんな血まみれの物語であったが楽しかったぞ。それではこれにて当法廷は閉廷です。です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 お集まりの皆さん、このような恐ろしい殺人に
何が後宮夏日さんを駆り立てたのか、探偵フルドエリカの調査によりその輪郭が浮かび上がってまいりました。それをここにご報告させていただきたいと思います。まずこれらは夏日さんの部屋から発見された過去の日記帳です。近年ではほとんど書かれていませんが、後宮家に籍を入れたばかりの頃については詳細な記述があります。これらの多くは鍵付きの日記帳に封じられていましたが、事件の全貌を暴くために全員の承認を受けた私の権限によりこれらの鍵を全て破壊させていただきました。人手なし、人の劇虚無だって。ならあんたは何よ、殺人鬼。お前ごときにプライバシーなんてあるわけないでしょ。この日記帳から浮かび上がったのは、夏日さんはクラウスさんと特殊な事情でご結婚なされたらしいということです。ここにいらっしゃる皆さんは私よりご存知なのかな。夏日さん、クラウスさんご夫婦は恋愛結婚でもお見合い結婚でもありません。いわば人質のような結婚でした。そのようなことはありません。この赤い日記帳の24ページに以下の記述があります。私は後宮家に嫁という名で軟禁された人質なのです。でも私が人質となることで全てが丸く収まるならば、夏日さん、あなたは自分が人質であったことをここですでにお認めになっています。熊沢さんは夏日さんがここに来られた当初からお世話をしていますね。当時のことを話してくださいませんか。ええ、そうです。私にそうこぼされたこともございました。奥様のご結婚についての事情を知るのは今は私と南條先生くらいのものでしょうか。ですな。当時は金蔵さんが縦横無尽に活躍する黄金時代だった。金蔵さんはあらゆる敵を打ち倒し経済力を拡大していったのです。夏日さんの家もそんな敵の一つでした。この辺りの経緯については今熊沢さんと南條先生がお話しくださったものと日記帳に記されている内容が合致します。以上から夏日さんは後宮夏日を名乗ることとなった当初から後宮家に対し激しい憎悪を持っていたことがお分かりになると思います。どうですか夏日さん、それはお認めになりますか。最初はそう思っていました。私は愛のない結婚を強要されて花嫁という名の人質だとそう思っていました。です。夫は私を人質などと見下しはしませんでした。
私の事情を理解し、同情と慈しみを与えてくれました。夫だけは私の理解者だったのです。なるほど、それは一理あります。確かにあなたの日記にはクラウスさんがあなたの事情を知って気遣ってくれる描写がいくつか散見できます。しかしあなたはそれをこちらの日記帳の47ページでむしろ気持ちが悪いと描写していますね。以下朗読します。クラウスの気遣いはむしろ私を惨めにさせるだけ、そうして私を恥ずかしめているのではないかとさえ思う時があります。以上から夏日さんがそんな気遣いを見せていた夫を嫌悪していたことが伺えます。待ちなさい。確かに最初はそう思ったこともあります。まだ日々を不安に過ごす私が気遣いを素直に受け取れず邪推してそう記してしまったこともあったかもしれません。私はやがてそんな夫の気遣いに気づいてその気持ちを受け入れるようになるのです。その記述は日記帳のどこにも登場しませんが、日記にさえ書かない秘められた気持ちというものもあります。あらゆる証拠品と証言から多角的に構築して、あなたが夫に激しい嫌悪を持っていたことは明らかです。そして逆にあなたがおっしゃるようなやがて受け入れるようになっていったことを示す証拠は存在しません。私は夫は愛していました。その発言を赤き真実に昇華させる証拠証言の構築はできませんよね。愛を語るにも証拠がいるというのですか。赤き真実以外は何も信じられません。赤くない発言は何の証拠にもならない、何の信用もできない。赤くない文字は全て私を欺くための偽りです。愛してる？白い文字で愛を語られて誰が信じるんです？赤くない言葉なんて何も信用できない。この世で信じられるのは赤き真実とそれを得るために主に捧げる供物の証拠品だけです。真実を語れぬ嘘つき人間どもめ、赤き真実なき人間に愛も心も真実も語る資格なんてないんです。知ってました。男はあなたたち女が思ってるほどバカではありません。男は女の愛しているなんて本気で何受けたりなんかしません。かわいそうな人、本当に人を愛したことがないの。探偵に恋愛は不要です。恋愛という単語など殺人動機を示す以外で使用した覚えがありません。あなたが何と言おうと私たちは愛し合っていました。私が愚痴ばかりを日記に記していたことは夫にも謝らなければならないことです。しかし私は夫に心を捧げていました。それはたとえ証拠で示せなくてもそれが真実なんです。却下します。往生際が悪いですよ。証拠と証言からあなたが後ろ宮家も夫も全て憎悪していたことはもはや明白なのですから。そうよ、私は何度も聞いてるわよ、あなたが陰口を言っているのをね。あなただって秀吉さんの陰口を口にされた日もあったではありませんか。主人を殺したくせに、何よその口の利き方は。死になさいよ、死んで主人に詫びてきなさいよ。乱暴はやめてください、エヴァさん。今は私が犯人を追及して断罪する甘美な時間、あなたのものではありませんよ。さてそんなわけで彼女は数年を経て表向きは生活に馴染んだように見えましたが、実際は心の中に強い憎悪を募らせたままでした。そんな彼女の中にいつか復讐したいと思う気持ちが芽生えたとしても何の不思議もありませんでした。勝手なことを言わないで。
ら何？あんたの事情なんて知ったことじゃないわよ！人殺し！人殺し！おやめなさい。私には夏日さんの気持ちもよくわかるのです。いつかこういう日も来るのではないかと思っておりました。おいたわしや、おいたわしや。親父のわがままな人生に振り回された気の毒な犠牲者の一人だとは思うぞ。私は奥様のその心の痛みを存じておりました。そしてその支えになりたいと日々思っていたのですが、力及ばずこのようなことに。僕の愛蔵の気持ちなんてわからない。あなたにもいつかわかるわ。そしてそれは生きる目的にも殺す目的にもなり得る。本当に夏日おばさんが犯人なのか。ああ、それを言われると実は最後の一つだけ夏日さん以外に犯人の可能性のある人がいらっしゃいまして。な、何？おい、ふざけるなよ。なんでそんな大事なことを早く言わないんだ。夏日さん、実はあなた以外にも犯行の可能な方が一人いらっしゃるんです。あなたがどうしても犯人でないとおっしゃるなら、その方が犯人ということになってしまうんですが。それは誰だ、誰なんだ。後宮金蔵さんです。金蔵さんは今日の未明、3階書斎の窓からお出かけになられたまま行方知れず。そうでしたね、バトラさん。夏日さんと同じように金蔵さんにも全くアリバイがありません。実は今回の事件、金蔵さんにも犯行は可能なんです。私はてっきり最初からいらっしゃらない人物だと決めてかかっていたので、今の今まですっかり失念していました。それをお詫びいたします。夏日さんは金蔵さんの信頼を受けて最もその身近でお仕えしていた方でしたよね。なら夏日さんが一番よくわかっているのではないでしょうか。この事件が実は後宮金蔵さんによる当主の犯罪であることを。お父様を犯人呼ばわりすると言うのですか。ご安心よ。金蔵さんが犯人ということであっても、ホワイダニットを構築できるだけの証拠と証言をすでに十分に用意してあります。あなたが金蔵さんをかばうために自らを犠牲にしたという筋書きでも十分に対応可能です。近年探偵の推理さえも筋書きに組み込まれている可能性がありますから、本当に油断ならない時代になったものです。お父様を犯人呼ばわりするなど、この私が許しません。夏日さん、頭を冷静にして胸に手を当ててよく考えてください。あなたが実は金蔵さんが犯人でしたと告発してくれれば、この事件は全て解決するんです。あなたの濡れ衣は晴らされ、名誉も回復されるでしょう。私はお父様より後宮家の名誉を託されたのです。その私が濡れ衣を晴らすためだけにお父様の後宮家の名誉を自ら汚すと本気でお思いですか。
いいんですか？すでに散々立証しております通り、あなた以外のアリバイは全て証明されています。あなたが金蔵さんを告発されないならば、やはりあなたが犯人だということで、今度こそ本当に特定され真実となってしまいますよ。私を犯人だと決めつけることがあなたの真実だというのなら、お好きになさればいいでしょう。私が無実であることを神様はきっとご存知です。必ずやいつか私の無実を証明してくれます。金蔵さんが犯人でないとおっしゃるならば、金蔵さんに犯行が不可能であるというアリバイが必要です。そうでなくては真の意味で夏日さんを犯人だと特定できません。あくまでも金蔵は生きてて島のどこかに残っていると言い張るのね。そうです、お父様はご健在でおられます。誰が何と言おうと私はそれを翻しません。過去のゲームの赤き真実で金蔵がすでに死亡していることは確定してるわ。でもそれじゃあベルンの気が収まらないわけでしょ。ええ、そうよ。完璧な勝利を私は求めてるの。だから赤で金蔵の死が決まってるから、それでチェックメイトなんて面白くないの。夏日の口からリザインと言わせて勝利したいのよ。
ならやってごらんなさいよ。お手並みを拝見させてもらうわ。我が主、今こそ我らに完全なる勝利を。無論よ、夏日、あなたは、金蔵は間違いなく生きているけれど、その所在はわからない、というのね。ええ、そうです。お父様は窓よりお出になられて行方知れず、全く困った方です。ラムダ、金蔵の24時から朝までの所在について確実にするわ。金蔵は24時から朝までずっと同じ部屋に滞在したわ。ん？そりゃそうでしょ、死体なんだから。うん、いや、ごめん。そうよね、そうでしょうね。口を挟まないわ。面白そうだから続けてちょうだい。これより金蔵という言葉を生きている金蔵という意味で使うわ。何しろ夏日は生きていると主張するのだから。続けて赤き真実を語るわ。金蔵は屋敷以外の場所には存在しない。そうよね、エリカ。我が主、金蔵の姿を探し、屋敷の外、敷地内をくまなく捜索しました。しかし、金蔵は発見できませんでした。屋敷以外の場所に存在しない。ねえ、夏日。なら、金蔵が存在するなら、屋敷内のどこかにいることになるわ。どこに金蔵が隠れているのか、心当たりがあったら教えてくれね。わかりかねます。何しろこの定期です。中庭へ出られた後、お屋敷のどこかへ隠れ、雨をしのがれていたとしても、何も不思議はありません。私はこれからも同じ質問を数度繰り返すわ。あなたに名誉ある幸福の機会を数度与える。痩せ我慢が過ぎると本当の名誉まで失うことになるわよ。いかなる脅しにも私が屈することはありません。あなたは本当にいじめがいのある駒だわ。では続けるわよ。以上の理由から、金蔵さんが屋敷以外の場所にいることは考えられません。そこでまず書斎があった3階を徹底的に捜索しました。だが、どこにも隠れる場所はなかった。3階に親父の姿は、影も形もない。では、どこにいるんでしょう、ラツヒさん。知りません。3階にいないなら、地下にでも隠れたのではありませんか。ええ、地下ですね。ボイラー室、地下倉庫など、怪しげな地下も全て捜索させていただきました。ええ、私も探したわ。お父様の姿がどこにもなかった。繰り返します。金蔵さんはどこにいるんですか、夏日さん。なら1階か2階にでもいたのでしょう。そうですね、消去法で行くならそうなります。そして1階を徹底的に捜索しました。結果は？いえ、お父様の姿を見つけることはできなかった。繰り返します。金蔵さんはどこにいたんですか、夏日さん。では2階に隠れていたのでしょう。お父様が隠れている場所を私が知るわけないでしょう。本当にそうでしょうか。夏日さんは金蔵さんがどこに隠れていたのか、本当は
ご存知なんじゃないですか。奥様が、親方様がどこに隠れていたのかご存知。そんな、バカな。そんなこと、あるはずありません。屋敷以外の場所に金蔵はいない。3階に金蔵はいない。地下に金蔵はいない。1階に金蔵はいない。以上から金蔵が存在しうる余地の検討は2階だけとなるわ。赤き真実を認めるわ。夏日、金蔵は2階のどこかにいるはず。まだどこに隠れてるか教えてくれないの？何度聞かれても答えられないものは答えられません。エリカ、それでは端から順に2階のすべてを捜索していきなさい。すべての手がかりを絶対に見落とさず、いかなる隠し扉も隠し部屋も看破できる探偵権限で。我が主。夏日さんって結構頭悪い方ですよね。まだ話の落としどころ見えないんですか？余計なことは言わなくていいわ。さあエリカ、全員を引き連れて捜索を始めなさい。まだ金蔵さんはどこに隠れているか教えてくださらないのですか。いい加減になさい。私は知らないと何度口にすればいいのですか。夏日さん、このまま調べていってもきっと金蔵さんは見つかりませんよね。となると捜索はあの廊下の突き当たりの部屋を最後とします。つまりあの部屋を残して全ての部屋に金蔵さんがいなかったことが証明されるとどうなると思います。の部屋以外に隠れ場所はなかったということになるのよ。赤で言う必要ある？もちろん。夏日の部屋を除く全ての場所に金蔵は存在しない。というわけで残すところは
この部屋だけとなりました。以上により、この部屋以外に金蔵さんはいらっしゃらないことになりました。ここは私の部屋ではありませんか。私の部屋のどこにお父様がいると。どこにお父様の姿があるというのです。ほら。なるほど、いらっしゃられないようですね。私たちが来ることを察知して、また窓からお逃げにでもなったのでしょうか。私がこれまで捜索してきたのは金蔵さんの姿だけではありません。金蔵さんが24時から朝まで隠れていたことを示す痕跡です。そしてそれも存在しませんでした。つまり24時から朝までの間、金蔵はある一室にこもり続けたことになってて、そしてそれは夏日の部屋ということだわ。赤き真実によるチェックメイトがとうとう金蔵の幻という駒を夏日の部屋にまで追い詰めたということよ。ねえ夏日さん、つまりあなたは朝までこの部屋で金蔵さんとご一緒だったことになるわけです。それでもあなたは金蔵さんのことをご存じないとおっしゃられるのですか。私が赤き真実で認めるわ。24時から朝までの一晩、生きた金蔵は夏日の部屋を除く全ての場所に存在しない。その真実から夏日の部屋にしか存在しなかったと議論を進めることを許すわ。司法取引。ねえ夏日、頭の悪いあなたでももうそろそろまずいと気づいてきたんじゃない？これが最後のチャンス。金蔵を犯人にしなさい。後宮家当主を犯罪者とし、自らの保身のために当主の栄光を自らの手で打ち壊してみせなさい。あなたがその勇気を見せたら、あなたは当主をかばうために濡れ衣をかぶろうとした悲劇のヒロインに筋書きを変えてあげるわ。お父様は無実です。お父様を犯罪者にすることなど私には断じてできません。取引拒否。いいわアベル、やっちゃいなさい。24時から朝までの一晩、生きた金蔵の存在する余地はあなたのベッドの中以外に存在しない。それはどういう意味ですか。この部屋の徹底的な捜索および厳重な科学捜査の結果、この部屋の全域で24時から朝までの間、金蔵さんが存在しないという結果が出ました。ただしあなたのベッドだけを除きます。昨夜黄金発見の前後の頃、推定23時頃、3階窓より脱出した金蔵さんはあなたの部屋のベッドの中にかくまわれていたということです。そしてさらに気の毒な捜査結果ですが、あなたもこのベッドで就寝されていたことが判明しています。
重ねて復唱するわ。24時から朝までの一晩、生きた金蔵の存在する余地は夏日のベッドの中以外に存在しない。そして夏日も昨晩同じベッドで就寝したわ。あら、仲良しさんたちね。二人で仲良く枕を分けっこして眠ったわけね。青き真実以上から、後宮夏日と後宮金蔵には上皇の可能性があったと推測できるわ。男女が同じ枕で一晩過ごして、他に何を推測しろと。無礼者！私が敬愛してやまないお父様となんて、許せません。夏日、青き真実には赤き真実で反論なさい。もちろん魔女でないあんたに使える赤はない。だから私が代わりに赤き真実で語ってあげてもいいの。私を納得させられる証拠を示せるなら。そんな証拠あるわけがありません。私をどこまで愚弄するというのですか。おのれ、なんというおぞましいことでしょう。夏日さんは後宮家に復讐するためにまず後宮家の全てを乗っ取ろうと企てたのです。そのため夏日さんは体を武器に金蔵さんを籠絡したのです。そんなことはしません。私も自分の体を夫以外に許したことはただの一度もありません。否定されたい気持ちもわかりますが、あなたが金蔵さんと密会を重ねていたことはすでに複数の関係者からの証言で明らかです。だって昨晩だって金蔵さんの書斎で二人っきりでお休みのご挨拶をされてたんですよね。それどころか明らかな情報の分析の証言も複数得られています。そんないい加減なことを。ゴーダ社のエヴァさんでしょう。そんないい加減なことを言ったのはあなたでしょう。誰関係者証言を受領したわ。これは致命的ね。もう疑いようがないわ。ねえ夏日、もうあんたの名誉なんてこれっぽっちもないわけだけど、最悪のかけらを紡がれる前に最後にもう一度だけチャンスをあげるわ。金蔵はいませんでしたって言ってごらんなさい。そうよね夏日、あんた強情だわ。もう後宮家なんてどうせボロボロじゃない。そんなにも金蔵がいることにして遺産問題をうやむやにしたいの。これは私がお父様に託された後宮家の名誉を守る最後の試練です。夫の事業は必ず結実します。それによって借金を返済するまで後宮家の家督を引き渡すわけにはいかないのです。お父様の名誉、夫の名誉も私が守ります。それが私の使命なんです。死者の名誉を守ろうとは見上げた根性だな。死者じゃないわ。夏日の頭の中の都合のいい妄想の名誉よ。本当の金蔵はその名誉を守れなんて
一度たりとも夏日に命じたことなんてないんだから。ゲームマスター、ラムダデルタの名において、本ゲームの勝利者が、ベルンカステル卿であることを認めるわ。意義ある者は名乗りを上げよ。意義ある者なし。ベルン、あんたの勝ちよ。見事な勝ちっぷりだったわ。真相のかけらをあなたが紡ぎなさい。ええ、それでは私が真相を紡ぐわ。これがこの悲しく間抜けな物語の真相よ。本当は泣き笑いしながら罪を認めた夏日に自ら語って欲しかったんだけどね。それがお約束なんでしょ。